こんにちは、シャマクロです。今回はプログラミングの学習や開発に役立つ生成 AI ツールを4つ紹介します。昨年以降、世間的に生成 AI が話題になっていますね。ですが、生成 AI を日常的に活用するようになった人はまだあまり多くない印象です。チャット GPT を少しだけ触って以来、生成 AI とは無縁の今までの生活に戻った人も多いんじゃないかと思います。でもそれはもったいない。生成 AI ツールの登場で新しいことの学習コストは大幅に下がりました。特にプログラミングと生成 AI ツールとの相性は良く、明らかに敷居が下がり手を出しやすくなったと思います。今までプログラミングに興味はあるけど難しそう、自分にできるか不安と思って手が出せないでいた人も多いのではないでしょうか。自分自身もその一人でしたが、生成 AI が出てきてからプログラミングを始め、自分でもできるし楽しいと思えています。今回はそのような自身の身体機能の拡張に大いに貢献してくれているプログラミングの学習や開発に役立つ生成 AI ツールを4つ紹介します。全て無料の範囲内で使えるツールですが、初学者にとっては十分な機能を備えていると感じるものばかりです。エンジニアとしてがっつりプログラミングを扱うという方でなければ、無料で使い始め物足りなくなったら有料プランに上げればいいと思います。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。カーソルは生成 AI による支援機能が搭載されたコードエディタです。プログラミングをする際に必ずと言っていいほど必要になるのがコードエディタ。コードエディタとはプログラミングにおいていろいろ便利な機能が搭載されたテキストエディタのこと。代表的なものとしてはマイクロソフトが公開している VS コードがあります。カーソルは VS コードを元にして作られており、見た目や操作感は VS コードに非常に似ています。 VS コードからプラグインの引き継ぎもできるため、既存の VS コードユーザーにとっても乗り換えやすい特徴があります。実際の作業でどのように活用できるか、カーソルを使って実演してみますね。自分は主に Python を扱っているので Python の内容で説明します。 Python は比較的コードも読みやすく、初心者でも始めやすいプログラミング言語と言われており、最近ホットな生成 AI や事務作業の効率化などに使える汎用性の高いプログラミング言語です。単純作業の自動化などをサクッとやりたいみたいな自己満足目的でも十分活用できるので、何かと役立つ場面の多いプログラミング言語ではないかと思っています。例として気象庁からダウンロードした過去10年間における1月の東京の平均気温データを分析してみます。カーソルには AI によるコード修正や生成をするための機能がエディタに備わっています。今ダウンロードした CSV をもとにグラフを表示するプログラムを実行しました。しかし日本語表記の部分が文字化けしてしまっていますね。原因を探るため実行結果のターミナルを見てみましょう。すると CSV から読み込んだデータ表示の下にフォントがありませんといったエラーが出ていることが分かりました。ではここでカーソルの機能の一つを使って実行ログをチャットに送り、 AI に聞いて解決を図りましょう。実行ログの内容を踏まえて文字化けを直してくださいと聞いてみます。どうやら使用しているライブラリのデフォルトでは日本語に対応していないフォントが使われているようです。提示されたコードは日本語に対応しているユーゴシックのフォントを指定するもののようです。インポート文があるのでとりあえず上の方に記述しておきますね。では改めてもう一度プログラムを実行します。今度は文字化けせずちゃんと日本語が表示されていますね。このようなチャット機能のほか、カーソル搭載の AI を使ってプログラム上でコードを書き換えることもできます。既存のコードの一部分を選択してエディットをクリックするか、コントロールプラス K を押すと AI によるコード修正が可能です。この選択部分にはグラフのタイトルやラベルが書かれていますが、英語だと分かりづらいので日本語に書き直してもらいます。日本語にはなりましたが意図が正しく伝わっておらず、違う、そうじゃない感がありますね。今回は気象庁のページから持ってきた CSV の気象データに基づいたラベルにしてほしいですよね。
同じフォルダ内にある具体的なファイル名を指定した上でラベルを付け直してもらいましょう。今度は CSV データに基づいたテキストに書き換わりました。 AI に対する指示が曖昧だと意図した回答が得られないこともあるため、できるだけ詳細に具体的な指示を出すことをお勧めします。その他、カーソルにはターミナル上でエラーを自動修正できる機能や外部ドキュメントの参照機能などがあり、リサーチやデバッグにかかるコストを削減できるような機能も備わっています。従来の代表的なエディタである VS Code に生成 AI が追加されたエディタといえ、 VS Code との互換性や使い勝手の面からも非常に有用なツールです。コードエディタである VS Code には拡張機能というものがあり、自分の使用用途に合わせて見た目や使い勝手をカスタマイズすることができます。コーディウムはその VS コードに拡張機能として追加できるコーディング支援ツールです。もちろん VS コードが元になっているカーソルでも同様にコーディウムの拡張機能を使うことができます。コーディウムにはコードの自動補完やチャットでの支援、コードの可読性を整えてくれるリファクタリング機能などがあります。個人的には特に AI によるコードの自動補完の使い勝手がよく、この処理ってどう書くんだっけといった際のコーディングアシストに助けられる場面が多いです。同様の機能を持つ拡張機能としては GitHub コパイロットが有名です。こちらは GitHub 公式が提供している拡張機能ですが、無料プランがなく月額$19からの利用となります。私は GitHub コパイロットを使用していないため比較できませんが、コーディウムのインストール数と評価を見る限りでは、そこまで高精度を求めずお金を払うほどではないけれど、 AI による自動補完などの支援ツールを使ってみたいという方には十分おすすめできる拡張機能ではないかと思っています。実際の使用感はこんな感じ。書き始めたコードの一部から書こうとしているコードを予測して提案してくれたり、関数化した処理にコメントを追加したりと、地味に便利でコーディングの面倒くささを軽減してくれます。画面の例ではエディタ上のチャット欄で変更前のコードと AI に提案されたコードが比較されています。ボタン一つで実際のコードに適用することもできるため、カーソルエディタと合わせて使うことでプログラミングが早く楽に楽しくなると思います。次は生成 AI が世間的に有名になったきっかけでもあるチャット GPT を改めて紹介します。昨年かなり話題になったので一度は触ったことがある方も多いと思います。先ほど紹介したカーソルとコーディウムがあれば、コーディング環境では生成 AI の恩恵を十分受けられると思います。ただプログラミング学習においては対話型の生成 AI が適しています。プログラミングの基本的な考え方や構文の説明、知識などを理解する際、分かりやすく噛み砕いた説明や対話形式での質問応答ができるとありがたいですよね。プログラミングのようにネット上にすでに多くの悩みと解決方法の情報があふれているテーマに関しては、自分で一から検索するよりも生成 AI と対話した方が学習コストが大幅に下がります。個人的なチャット GPT の使い方としては、ざっくりとやりたいことを伝え、コードの全体概要を書いてもらう。生成 AI に書いてもらったコードで理解できない箇所を具体的に説明してもらう。変数名や関数名、ファイル名などの良い感じの案を考えてもらう。といった内容で使うことが多いです。チャット GPT はアカウントと紐づいているので、履歴を後から遡れる点もメリットですね。最近になってアーカイブ機能が実装され、残したいチャットが埋もれる心配がなくなったのも嬉しいポイントです。最後にもう一つ対話型のテキスト生成 AI ツールであるファインドを紹介します。基本的にはチャット GPT と同じですが、ファインドの特徴としてはエンジニアなどの技術者、開発者向けにファインチューニングされた生成 AI であること。プログラム関連に強く、コード生成なども得意とされています。チャット GPT はアカウントを作成してログインしないと使えませんが、ファインドはアカウント作成なしで使うことができます。またファインドでは入力テキストからキーワードを自動で考え、自動で検索した結果に基づいて回答が生成されます。
回答とともに情報ソースへのリンクも表示されるため、チャット GPT に聞いたけど解決せず、結局自分で検索して解決方法を見つけたといった場合に、自分で一から検索するステップを短縮できるため非常に重宝します。考えられる有効な活用方法としてはチャット GPT と似ていますが、やりたいことを伝えてコード全体をざっくり出力する、この処理ってどうやって書くんだっけの補助、コードのリファクタリングなどが挙げられるかと思います。ファインドのディスコードコミュニティでは、有料の GPT-4 にアクセスできるユーザーでさえファインドを選択することが多いらしく、多くの開発者にも認められるファインドの能力の高さがうかがえます。運営としてはファインドモデルはまだ荒削りで改善点も多いと考えているようなので、より利便性や精度が向上し、ますます生成 AI は生活から切り離せなくなっていきそうですね。今回はプログラミングの学習、開発コストを大幅に下げるために役立つ生成 AI ツールを4つ紹介しました。有料プランを使わずとも、いずれも無料で使用可能な範囲内で十分活用できるツールです。プログラミングに興味はあるけど、難しそうで自分にできるか不安、と思って手が出せずにいた人も多いと思いますが、チャット GPT とファインドという強力な自分だけの先生のもとで、カーソルエディタにコーディウムという支援のあるコーディング環境で、自分のペースに合わせて学びスキルアップしていけるはずです。自分自身もこれらの生成 AI ツールを使うことで楽しくプログラミングを始められたので、この動画をきっかけにプログラミングやってみようかなと思う方がいれば嬉しい限りです。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルではAI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。